どうも,も,もどうもどうもどうもはい、えー、今回は今回は今回はなんとなんとなん,だーんとあの初めて <laughs> あの YouTube の予約投稿っていうのが今あるんですね。YouTube をアップロードして、まあ、公開ボタン限定公開非公開 予約みたいなのあるんですけど今日初めてですね予約投稿したんですよで今日18時に設定してで LINE アットで流して要は LINE アットに登録していただいてる方にいち早くもうアップロードした瞬間にこう届くようにしようかなと思ってやったんですね今日予約投稿で,で LINE アットを、まあ、僕も登録してるんでああ来た来たとじゃあ公開されてるかなって LINE アットの方で見たんですよそしたらこの動画は こあの見れませんみたいなで今ちょっと見れるようにしたんですけど <coughs> 多分今見れるようなあれ多分今見れますねまたちょっとラインアット送ろうかなと思うんですけどもう結局ね見れなくて俺なんでよってあれやっぱなんか誤差があるのかなって僕がその確認したのが18時10分ぐらいだったんですよまあ10分ぐらいで誤差あんのかなと思って あれでもなと思ってでちょっとまた20分ぐらい経ってからまた確認したらまだ見れてないですよいや30分の誤差はなかなかファンキーだなと思ってちょっとパソコンからその管理画面見てみようと思って見たんですよ予約投稿ので,でまだ公開されてないですよあれと思ってで,で、あのー、その画面行って編集のところ見たらはいあのー、驚くべきあれで あの今日3月21日なんですけど、えっと、予約投稿がですね3月の2二の18時になっておりました、まあ、それはまあ投稿されないですよね「<laughs> やっちまったーやっちゃった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 ! <laughs>」よくあるパーティーですねイジミスですね まあこの動画で何を伝えたいのかっていうと、まあ、特にないんですけど、その YouTube 投稿間違えましたみたいな。まあ、ただその YouTube の予約投稿は、多分ん便まだ僕ね、今回イージーミスしたんであれなんですけど、すごく便利だと思うんであの、例えば取り試するじゃないですか。取り試して、例えば7本取り試したらですよ。7本取り試したら、それを予約投稿しとけば、1日1更新してるみたいにできるじゃないですか。 だから時間あるときにバーって取ってで予約投稿しとけばそうあこれね何ができるかっていうと LINE これね使い方じゃあ YouTube の予約投稿をうまく活用する方法をちょっと話しましょう最後じゃ何をできるかっていうとあ例えば LINE アットで LINE アットで LINE アットやってる人とかですね、まあ、あの日刊メルマガですね LINE アットと日刊メルマガいや日刊 LINE アットとか なんだ、うん、そのまあわかりますよねなんとなく要はそのまあ LINE とかも一応予約予約できるじゃないですかメルマガも一応予約できますよねうんまあステップメールだとちょっと限定公開にすればまあ使えるんですけどそのタイムリー性を出すタイムリー性を出すステップメールですねタイムリー性を出すステップメールでタイムリー性を出すステップメールの中に LINE アっの予約と日付と YouTube の日付予約をこう合わせとけばもう本当にタイムリーじゃないですかステップメールの時間と YouTube の公開用の,その予約をこう合わせとけばもう完全に一般に世に出てない動画がタイムリーにこう出てくるんでなかなかいいんじゃないかなと使い方としては。 だから僕なんかは1話2話3話4話っていうのをタイムリーでやってるのでまあ例えば7話目まで勝手に作っちゃってで LINE アットで自動でこうね1話2話3話っていうのはタイムリーでその予約 YouTube の予約投稿と LINE の予約絡め,絡めてもうタイムリーに活かせるっていうことができるんでまあこれ使い方次第でいろいろできるかなっていうところですね。 ということで、まあ、YouTube の予約投稿はかなり使えると思いますので、まあ、いろんな使い方ができるんじゃないかと。特に、要は、YouTube の予約ができるツールですね。LINE アットも予約できます。メルマガも予約できます。まあ、何か予約できる媒体ですね。あとは、まあ、あと、ブログとかもできますよね。例えば、うん、例えばそのブログもその予約投稿っていうのができますから、じゃあ、その、LINE アットとか、例えば LINE アットとか、Facebook とか、 何でもいいいんですけどいろんな媒体でこのこの、このブログで今回みたいな。ね、ブログで今回みたいな。この時間に、この時間にブログ更新するよみたいなをすげえ煽って煽って。<laughs> で煽って、で、バーンみたいな。で、ブログとブログの中に YouTube も埋め込んどいて。ね。うん、でもしくは、その、もしくはでしょ、もしくはよあの、ブログ、ブログの,あのページみたいなのを作って、ページね。 で、えー、ここに文章バーって書いてあるんですよ。で、今回何月何日に公開するビデオは、かなり希少性が高いビデオで、えー、1日しか限定しか公開しませんっつって、で、そこ,そこ埋め込んである、もう埋め込んであるんだけど、予約投稿してるから見れない状態なんですよ。で、見れない状態のブログの URL を送り続けるんですね。PS とかで、p s とかで。で、この何時間に、まあ、あのライブ放送みたいな感じですね。ライブ放送みたいな。この日にライブ放送あるよみたいな。 で、その動画一日しか公開しませんみたいな。一日経ったら非公開しますよみたいな。で、こういうふうに、まあ、あの文章バーってやって、で、まあ、そんな感じでやって、まあ、その動画でセールスするのか分かんないですけど、まあ、その、フリーコンテンツ配るとか、まあ、そこのフリーコンテンツの中にそのセールス入ってるのか分かんないですけど、まあ、そういう使い方もできるかなっていう、うん。YouTube の予約投稿はいろいろな使い方ができますね。マーケティングの中で。まあ、そういうのもですね、 ああ、c 月7日かな。まあいいや。うん、まあまあまあ,あ、今度のセミナーでお話ししようかな。まあ要望があればいくらでもお話はできますんで。はい。はい、そんそな感じです。では終わります。ありがとうございます。